私、やることがあるから、私は遠慮するわ。本当に用事があるから、ごめんなさい。顔色が悪そうだけど、大丈夫？暑い時は特にこまめに水分補給した方がいいわよ。 守りたい子がいるんだ。すごくしっかりしてる子だから、助けなんていらないかもしれないけど、何かしてあげたいって思うんだ。世界にはまだまだ僕が食べたことのない料理がたくさんあるな。フルーツ焼きそばにサイダー飯、どんな味がするのか食べてみたいよね。 イベントか、なんか楽しそうだね。ねえねえ、ちょっと行ってみない？いいじゃん、ほら少しくらい。昔住んでたところが森の中だったから、自然の中にいると元気が出てくるんだ。木漏れ日がキラキラして綺麗な時はほんと気持ちいいんだよね。 なんだ、リオンとルーティまた喧嘩してるのか。腹が減るとイライラしやすいって聞いたことあるし、二人とも飯でも食って落ち着けよ。さ、みんなでご飯だ。旅を通していろんな人に出会って思ったけど、人と人の絆って不思議な縁でつながってるよな。 慌てて、どうしたのかって？ほら、その食材には味噌が合うから、試してみてね。寝具の何にでもひたむきでまっすぐなところ、私はかっこいいと思うんだ。危なっかしいと思うこともあるけどね。 皆さんとこうやってお出かけができるのは楽しいですね。お話をしながら街を歩き、お買い物をして、なんて素敵なひとときなのでしょう。パスカルさんの解析機には本当に驚かされます。天族である私の声がこんなに大勢の皆さんに届くなんて、とても嬉しいですわ。 線香花火か。うるさい音や派手な光がないだけでも、僕にはこちらの方が好ましい。浴衣とやらを押し付けられたから着てみたが、動きにくいし戦闘には不向きだな。こんな格好をするのは今回だけだぞ。
そりゃ商人だもん。世界を回りながらいろんなものを買ったり売ったり届けたりだよ。それ以上のことは秘密。笑顔は商売の基本。ブスーっとした人から物を買おうだなんて思わないっしょ。ほらほら笑って。ビッグな人たちが集まってるんだし、結婚は無理でも今後ビジネスをやっていく形くらいは整えて。って、ハウア、盗み聞きなんてひどい。ああ、軍人って因果な職業。平和で何もないのが一番だけど、それだと仕事がなくなっちゃうんだよね。私の心配より自分の心配をなさい。足手まといにはならないつもりだし、気遣いは必要ないわ。命短しって言葉があるくらいなのだから、時間は有効に使うべきね。後悔している暇があるなら行動なさい。お前が泣いているとき、困っているときは、俺がいつでも助けに行く。どんなときでもだ。俺たちは、俺たちのやるべきことをやればいい。今はとにかく、前へ進もう。聞いてくれて、いざという時に頼りになるね。まっすぐな思いはきっとたくさんの人に届くと思うんだ。あなたにも届くかな。でも目の前にいるなら直接言葉にした方がきっといいよね。